玉木さん、何しに来たんだ。俺はもう水流界じゃねえ。放っておいてくれ。自分の生きていることが人に迷惑をかける。ごめんなさい。あなたも玉木さんだったんですね。は？私はあなたを拒絶していなくなればいいと思っていました。あなたも玉木さんの一部なのに。玉木さんも苦しかったと思います。私のせいでもう一人の自分を抑えつけようとしていたのですから。全て私の責任です。ごめんなさい。急にそんなこと言われてもよ。暴走とか直すとかそういうことじゃなかった。私はあなたと一緒にいたい。お、儀式はいいのかよ。俺と一緒じゃ血脈の安定なんてできないぜ。いいえ、絶対にできるはずです。それでも失敗したのなら私も巫女を辞めて一緒に水流界を引退します。ミスダは巫女をやめちゃダメだ。だってよ、ミスダが儀式してる姿ってめっちゃかっこいいんだぜ。いつも一人ぼっちだった俺がミスダと出会って変わったんだ。俺にないものを全部持ってるみたいで、惚れて憧れて一生ついて生きてって思った。だから巫女はやめさせねえ。今回の儀式は絶対成功させてやれ。玉木さん、ありがとうございます。今ならいい儀式ができる気がします。おう、絶対に儀式を成功させてやる。パーネー。っていうか、またキャラ変わってない？いいえ、変わっていませんよ。だってどっちも玉木さんなんですから。は？どういうこと？マジ意味不なんですけど。ではレースをしませんか？そうすればきっと分かってもらえると思います。このネオ日本橋、相手の隙をつくコース取りが勝敗を分ける。難易度の高いコース取りで攻めるか、大通りの直線で速度勝負をするか、マシン性能に合わせた試合運びが鍵。盛り上げてやるからね。3、2、1、俺は自由だ。最高に自由だ。俺は玉木風花なんだ。そうです、紛れもなく玉木風花さんです。
うちらも負けてないっしょ。刺激を仕留めましょう。キラキラ、来ました。思っていた以上の成績、トップでゴールだぜ。これにふさわしい評価だな。地脈が静まるのを感じます。
は成功です。よかった。玉木さん、元に戻ったのですね。はい、これからは暴走した自分ともうまく付き合っていけるような気がします。粗暴で口が悪くても、それも自分、やっと受け入れられそうです。ミスダさん、ありがとうございました。お礼を言わなければならないのはこちらです。私は危うく大切な友達を失うところでした。あのさ、それさ、レースしてみてなんとなくわかったかも。本当ですか？うん、怖いキャラもおとなしいキャラもどっちも根っこは似ていて、どっちもいい、嫌いじゃないなって思った。あー、それなんか好感度上がった。そう言ってもらえると嬉しいです。本当ですね、ありがとうございます。じゃあね。二人は本当いいカップルだと思う。お幸せに。またね。あれ、玉木さん顔が赤いですよ。カップルって言われてミスダさんに言った言葉を思い出しちゃって。え、どんな言葉ですか？惚れてるなんて言っちゃって、確かに真実ですが、穴があったら入りたいです。いえ、とても嬉しいです。私も玉木さんのこと大好き。自分は幸せです。眠ってしまいました。きっと疲れていたのですね。言いたくても言えなかったこと、やっと言えた気がします。川の神様、みんな大切なことを気づかせてくれてありがとうございます。この幸せをかみしめて、これからもお勤めを頑張ってまいります。特訓した甲斐があった。